西涼寮西涼の領域。西涼は、五古十六国時代に、漢族の離口によって建てられた王朝。首都は敦煌。功労末期の397年5月、功労の健康軍大使団業を擁立した、祖教、孟孫が、功労から自立して、北領を建国した。398年4月、団業が敦煌を支配すると、功労の敦煌軍大使、孟里氏を、 サス氏に任命してそのままトンコウに鎮させ、同時に、漢人豪族の支持の厚い李公をその配下の伊佐国、濃く、に任じた。間もなくもうサトは病死したため、漢人豪族らの推挙を受けて、李公がトンコウ軍隊主となり、断行も承認した。400年11月、北梁の進むマ軍隊主、東洋が断行から離反し、李公を、冠軍隊将軍、サス氏氏、 両校に衰退し、公子と剣母として、政領が建国された。李校は、かつての全領のように、領州全域と旗州支配を目指して、東港やその東方の漢族に帰属を呼びかけ、401年9月には、北領領の主戦軍や、両寧軍が政領に帰属して、主戦軍より西を支配することになった。405年には、大将軍、大都督、 旗たに収穫を自称する。また、東方への勢力拡大を目指す李口は、西方の脅威が少ないこともあり、同年9月に、主戦に戦都し、406年9月には、南領と連携して、北領と対立した。また李口は、農耕、養蚕や採域との貿易を奨励して安定した国家を築いた。また、漢族社会の伝統に忠実に、学校を作って、儒教を進行し、常に、 漢族文化の保持に努めた。四百十二年、北梁王が南梁から奪った姑像に遷都し、さらに南梁が衰退すると西梁は北梁からの圧力をもろに受け始め、さらに、従前やと翼魂からも攻撃されて、西梁の衰退が始まった。四百十七年二月に、李口が死去すると、次男で聖師の後主理が後を継ぎ、当心から四百十八年十月に都く七軍、諸軍時、 神聖大将軍、主戦公の位を受けた。だが彼は、父と違って無能な上、いたずらに刑を重くするなど家臣に対して冷酷な、仕打ちが多かったことから人望がなく、さらに、李公の死を見た北梁からは417年4月より、攻撃され始めた。一時期は西涼も、懲役まで迫るなどしたが、420年に北梁の大祖武義王の策略で軍を、 西畑との国境付近に集結しているのに引っかかって、家臣の還元を無視し、7月には北梁に遠征して、逆に大敗して捕らえられ処刑され、主戦も陥落した。このため、後主の弟である、冠無理軍校、李誠が後を継いで、敦行に逃れて、漢軍将軍、領収志士を名乗って抗戦するも、彼も421年3月に、北梁の大祖竹吉王の攻撃を受けて、 トンコウが陥落して自殺し、聖量は完全に滅亡した。なお当朝の皇室李氏は彼の子孫を称していたため、当朝で成立した、新女では意味名を避けて、李言性と記される。ある説では、李公の子孫が北儀に滅ぼされると、特別な計らいで、聖寮理氏は北儀の庇護を受けて、以降も続いたという、新当女によると、 後世の党の著名な詩人の李白は、李公の九代目の直系と言われる。清涼李氏は、国が滅ぶと、江南の南朝層に亡命したが、そのうちの李長寺は後に、北魏に基準した。また後種のお祈りだからは、北領の捕虜として、ト留像に置かれたが、一年後に、以後に逃れて、従前に復属し、四百四十四年に、北魏に基準するが、この利宝のこの領記が、 北儀の重心として、律令制定や、霊制の完成に、大きな役割を果たしている。李公は、前漢の武帝時代に、郷土遠征で名を馳せた、李公の十六世今後と称したが、この信憑性には、疑問も多い。ただし、高祖父の、李王や曹祖父の李重は、精神の軍隊士を務め、祖父の李は、前領の武衛将軍、天水軍隊士を務めた名門であり、李氏は、 火星の肝心豪族社会の中心にあり、利口は火星の肝心の北待になっていた。そのため政量の権力基盤は、領州西部の肝人が多く起用され、肝心国家だった善良の復興を目標としたのである。政量は善良同様に肝心豪族に支えられていたため、江南の闘神に昇反する態度をとり、405年と407年には死者を派遣している。 しかし、両国の間には多くの国が介在していたため、商範が実現するのは流遊による北伐が実現して、河北に勢力を伸ばしたため、勢涼の末年である。また、北梁と対抗するために後ンに服属していた南梁と連携している。勢涼は北梁や南梁と比較すると人口が少なく、 軍事力も経済力も劣る小国であったが、理工による大規模な屯田や開墾、水利の整備、養産業の奨励、再起諸国との交流や交易に尽力して、生涯に経済的にもある、程度安定した社会を築いた。また理工は儒学を奨励して、学校を起こし、儒学の素養を持つ人材を積極的に登用した。生涯は管理を登用するために、管内に行われた。 選挙制度を実施し、両州において政力は、中原の漢族文化に基づいた社会の保持に努めた。大層竹明城護士官軍港岬、五個十六国、中国市場の民族大移動、P 百五十一岬、五個十六国、中国市場の民族大移動、P 百七十五岬、五個十六国、中国市場の民族大移動、 P. 百三十五ハット A. B. C. D. E. F. G. 三崎。五個十六国。中国史上の民族大移動。P. 百四十 U。明智。五両主略短縮人民出版社。千九百八十八年。P. 百八十四。ISGN 七から二二六ゼロゼロ二四三四。A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. 三崎。五個十六国。中国史上の民族大移動。P. 百四十一 U。明智。 五両死略監縮人民出版社、1988年、P186、ISBN7 から 226002434U、明智、五両死略監縮人民出版社、1988年、P190、ISBN7 から226002434、ABCDEFG 三崎、五個十六国、中国史上の民族大移動、 P143U 明智、五両主役監縮人民出版社、1988年、P191、ISBN7 から226002434、ありがとうございます。